ジか。いや、味だね。味味味、うん、まあでもまあまあ、いい方、うん、くっそ、あー、味だね。上っ張りについてるからもうちょっと持ってても追い食いしてくると思うよ。追い食いしてくる、してくる。これ上の針に引っかかってれば、当たりやすいから、うん、我慢して、うん、バレないように我慢して。一歩一歩すくった方が大丈夫。あははは、可愛いの来ちゃった。室味みたいなのじゃねえ。あららら、なんでいきなり下がらしたんだ。後ろでかかったのに。なんで俺ら。随分引くね。なんだ。おお、2つ。うん。あ、でっかいね、2つともね。上より下カバーしてから行きます。はい、どうも。でかいでかい。でかいでかい。しかもクラゲ付き。クラゲ付き。おお、いい方だね。これは見事だ。ね。おお、30センチ。30センチ引かないな。40センチ近いね。近いね。あ、これでかい。ちょっとね、アリスみたいなの近い。うん。日本にしたら。それはいいね。味だとタモ使った方がいいもんね。バレた？バレた？ありゃ。結構ここね、ハタとかいるんですよ。うん、だからちっちゃいのに飛びついてくることもあるから。うん。マスター、味以外のもの釣っちゃダメだからね。いや、五目なんで何でも釣ってください。でかアジか。お、でっかいね。やっと釣れたよ。でかアジ。マジか。あ、でもしかもかなりの量型。量型でしょ。うん、やったー。もうアジか、最高。やっぱりこれぐらいでかいと死んだね。ねえ。だからさっきは後ろそのなんか日本作ってたからさらにだよ。うん。バレた。あー、もう一個いる、もう一個いる。ごめんなさい、ごめんなさい。上がる上がる。タモ入れちゃった、ごめんね。よし。あ、すいません。ちょっと待って。よいしょ。マグロ食っちゃうよ、そんな。
もうちょっと上げないと、もうちょっと上げないと。よし、ありがとうございました。こんな大きい泳がせやったらマグロ食っちゃうよ。動画を撮ってる。そうそうそう。どれほど効果があるかわからないけどね。うん、でかそうだね。大きいね。ああ、もう一本いた。ごめんなさいね。よし。なんかちっちゃいのがいたね。ガッチリ入ってるからバレないだろうけど。バレない。